バキバキバキーワッキー貝山でーす。ガチャ新ワッキー貝山参上。今回のガチャガチャはですね、平成12年13年14年と展開いたしました今は亡き友人の SR シリーズの巨人の推しからご紹介しようということでございますね。はい、その中でもですね、ちょっと僕が気に入っている造形をですね3つほど、はい、紹介したいと思いますのでご覧ください。どうぞ。まずは平成10年のファイティングコレクションシリーズの巨人の星ということでね、星明子さん、星一徹、星ヒューマ少年時代、これもいいですよ、タイヤ付きね。はい、様々な皆さんがあります。全6種類ね。でさらに翌年です、こちら巨人の星の2ね、ねえ、こうチャブ台パーツ付きとか、星ヒューマンね、足上げてくる、この炎の部分までですね、再現してますからね。はい。で、さらにその翌年ですけども、パート3も出てるんですね。はい。パート3も全6種ということで、星明子さん、いいですね。オープニングね。そしてヒューマとバン・チュータが抱き合うシーンも最高ですね。はい。今亡き友人、ね。さあ、この中からですね、私が、おすすめするトップ3、まず第3位はこちら。じゃん、抱き合うシーン。まあ、これ一体一体分かれてるんですけどね、合わせると、星ヒューマとバン・チュータが抱き合ってるシーンですよ。わあ、ほら、バン・チュータ、泣いてます。星ヒューマどうなんですかね。こんな感じで。いや、これ一体200円ですからね、当時ね。うん。でさらに第2位です。第2位はやはりこれでしょう。ね、パート3から、じゃん。ね、星明子さん。ここでから、ヒューマと星一徹を見守るシーン。ね、いいですね。コントのセットみたいですね、この木の部分がね。きちっと、ね、作られて、これバラバラになりますけどね。はい、これが第2位でございます。そして第1位は、なんといってもこちらですよね。じゃん。ちゃぶ台をひっくり返すシーン。これの造形は、すごいですよね。はい。ヒューマが殴られてます。痛そうですね。星一徹、すごい顔してことます。ね。ちゃんと、たくあんから醤油から味噌汁からご飯とか忠実に、ね。万有引力に基づいて、はい、落ちております。ね。これ逆だったかな、もしかして。これは別々になってましてですね。これこっちだな。別々になってましてですね。よいしょ。これとこれがセットになってついてくるんですね。はい。これと、これ二つで、200円ね。やっと400円で、ダブらなければ、このシーンが再現できる。素敵ですよね。本当に。うん。今だとなかなかこれを200円で、世に出すのは難しいんじゃないでしょうか。ね。はい。すごい感じです。ちなみに、パート2の台車はこちらですね。もうこれ見た途端にど真ん中にやっぱりチャブ台をひっくり返すシーンが欲しいなと思いまして、はい、まあこれ本編は出てこなくてね、オープニングの時に出てくるだけなんですけどもね、このシーンだけもめちゃめちゃ覚えてるという、はい、昭和レトロから巨人の推し、いやー、友人のスーパーリアルフィギュアシリーズいかがだったでしょうかね。巨人の星だけでもなかなか素敵なシーンを再現したっていう。さあ、僕からですけどもね、こちら、昭和レトロガチャ最強コレクションね、こちらの本絶賛発売中でございますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ガチャ 100% ワッキーが送っておりますのでよろしくお願いいたします。そして2020年の11月2日でございますが、はい、ちょっと今は言えないんですけどもね、全国的にドロップするある記事がドーンと出ますんで、よろしく、チェックしていただければと思いますね。合わせてイベントの方も開催される予定でございますので、2020年11月2日、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、そしてこんなガチャを紹介してほしい。10万個ありますからね、リクエストもお待ちしています。それでは、またねー。